愛い色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。いやちょっとやばいね、薬まだ飲んでないから朝からグズグズだ。ちょっと髪の毛も邪魔だから帽子かぶっちゃうね。うん、よっしゃい、ちょっと薬ちょっと飲むわ。昨晩の配信、そう、お前はさ、お仕事来る前にさ、そう配信したかってんけど、うちで、そうちょっともう眠くて昨日ちょっとギリギリまで寝ちゃったから、今お仕事覚えて、でそう今今日この後本番2公演なので、ちょっとその前にもう一つお仕事終わったのって、そう朝からのお仕事一つ終了しました。そうそうそう、ありがとう。今日も黒ですねって、そうなのよ、ほんと全部真っ黒にし、なんか今今日靴下ぐらい黒くないの、靴下がニャースでポケモンの、それ以外全部黒。そうどうしよう、今日まだ朝ごはん食べてないねんな。おにし何食べよう、そう朝ごはんどっかカフェ行こうかなと思うねんけどさ、ちょっと時間が早くてまだ劇場に入れない気がするので、そうどうしちゃおう。朝からすき焼き大丈夫って美味しい、でもね全然いけるのよね、朝から重くても朝マックとかしちゃいますって。私ね朝マックねあんまり好きじゃないのよ、普通のマクドの方が好き、あのあれなんていうのバンズ、そうあれ普通のそうノーマルタイプがを愛してる。そうマフィン、そうマフィン、そうマフィンあんまり好きじゃないの、そうマフィン美味しいよって、いや美味しいよね、なんか美味しいねんけど、別にね味とかはすごい好きやねんけど、なんだろうね、印象あんまり、そう普通のパンの方が好き。そうそうなんかそうね、ちょっとパサついてるからねって、そうちょっとなんかね口の中がちょっともさもさするのがなんか全体的に苦手だもんし、そう卵の黄身とかちょっともさもさしてるやん、それと同じジャンルになんか入る、ちょっとパサパサモサモサみたいな、あんまりねそう自分の中でちょっと好きくないんですよね、そうノーマルタイプを愛してる。そう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 、でも最近ね毎日マクド食べたいって思ってる、あ、マクド食べたいって
サブレもダメかねってよくわかったね。ハトサブレみたいな感じのサブレ音痴苦手。あのモサモサ系のクッキーは苦手味は好きやねんけどさ。え、そう、それと一緒のジャンル。うん、そうなのよ。しっとり系はいけるのって、しっとり系のクッキーは好きよねし。うん、しっとり系は大好き。特にチョコ系のやつが好き。どうしようか、うん、カントリーマームはいけるとって、カントリーマームも大好きよねし。ケータリングにやったら絶対取る。カロリーメイト無理やんって。いや、カロリーメイトはね、あれはいけるんですよ。あれはなんだろうね、あれはパサパサしてるっていうか、なんかもろもろしてるもさもさじゃなく、あれはもろもろしてる。カロリーメイト、あれはね、水分多めな気がするんですよ。うん、あれは全然いける、大好き。ちっちゃい時からよく食べてる。カロリーメイト、昔さあカロリーメイト、そう、1本しか食べれへんくて、ママに1本しか食べちゃあかんよって言われて、そうだからその1本を大事に大事に食べてた。おにし懐かしい、なんか、うん、そう、確かにパサパサではないですやろ。あれは大好きなの。え、カロリーメイト食べたくなっちゃった。なんで1本だけって言われてたんって。まあちっちゃかったからかな。カロリーメイトってね、あれじゃないあんまねえ、あれカロリーも高いし、私体がちっちゃかったから栄養ドリンクみたいな感じでママ思ってくれてたんかな、分からんけど。栄養ドリンクってこういっぱい飲みすぎたらあかんやん。でもそれと一緒の感じで考えてくれてたのかしら。うん、カロリーメイト美味しいよね。あの普通の味のやつが好き。どれが普通か分からへんけど、大西の中での普通の味のやつが好き。あれは何味、チョコ味、ココア味みたいなやつ、なんか王道なやつ。チョコ味か、チョコ味しか勝たんって感じよね、あれは。カロリーメイトは他のやつも食べたことあんねんけど、そう、チョコ、チョコしか買わないって感じ。フルーツを買ってますね。おお、いいね。そう、バニラ味新しく出たよね。あ、そうなの？王道はチーズではって、え？チョコじゃないの？プレーンはって、あれプレーンやったっけ？あれチョコ味みたいなやつじゃないっけ？プレーンがちょっとチョコっぽいんやったっけ？なんか大西が、あ、チョコはチョコである、あれ？大西普段何食べてたんやろ？やばい、これいろんなみんなのあれが今戦いを生もうとしてるよ。王道はチーズでしょ。あ、でもそれやったらプレーンかも。チョコって感じやったのかな。あれ、もし何食べてたんだろうな。チーズじゃないって、チーズではないのチーズではないの、おにし絶対、それは絶対
ごめん、絶対ないの。そう、あれ何色やったかな、プレーンやったんかな、チョコやったんかな、ちょっと分からへん。でもどっちか、文字何色やったって、いや分からへんの、多分見たら分かんのかな。チョコは黒っぽいはずやって、なんかチーズ黒じゃなかったっけ、違う、違うっけ、もう全然思い出、チーズは黒でやって、せやんな、なんかチーズはね黒っていうのは覚えてる。赤とかあったっけ、今日スタッフさんみたいやね、おはようやって、おはよう。大西とね、クラノオナルちゃんはねこうよ。そう、なるちゃんは仲間って知ってるから、大西。そう、クラノオナルちゃんはスタッフさんスタイルやから、そう、全身真っ黒。うん、赤とかなかったっけ。まだカロリーのユニットの話してんだけど、赤とかなかったっけ。うん、赤っぽいピンクがメープルやって、メープルは違うな、でもメープルも美味しいよね、メープルは結構好きよ。41分ですよ、ありがとう。確かにね、もうそろそろ出やんな、あれか、箱に書いてある文字の色って、そうそう、ね、ちょっとまた今度食べてみようと。で、結局何食べるって、そうなのよ、今から何食べようかなって話してたのに全然話それてたね。パスタとか食べたいけどな、でも言うてそこまで時間ないのか、コンビニやったらちょっとちっちゃめのお弁当とかかな、そうね、14時開演だしねって、え、そうなの、え、大西1時かと思ってた、やから今日遅いんだ、本当だったらいつもより入れる時間が、そういうことか、結局大西今お仕事終わって、もともとそうあれだったから、今結局早く起きて今ここで配信してるけどさ、そういうことね、14時からだったのか、じゃあ今日夜遅いんだ、あ、じゃあ今配信しててよかった、夜ギリギリになるわ。
も仕事したなんて。そう、もう一個やってきた今。コーチじゃないよ。あ、ママいる。おはよう。え、ねママ。ママ。昔さ、ママが買ってくれてたカロリーメイトっておにしあれ何味食べてた？チョコ？プレーン？え、何をいつも買い与えてくれてたママは。チョコやって、あ、やっぱチョコや。じゃチョコや。ありがとう。チョコやって、やっぱチョコや。そう、チョコです。メープルとチョコやって。だからメープルも案外美味しいって言ってたんか。でも大西はチョコの方が好きなの。なるほど、ありがとう。なんで一本までだったんですかって。なんか昔さ、ママがさ、今すっごいママに話しかけてんねんけど、昔ママがさ、車とか乗ってる時とかにさ、一本だけやでって言ってママがさカロリーメイトくれててさ、それをさちょっとずつさ食べててんけどさ、あれって食べ過ぎたらあんま良くないから、覚えてんのかな。そう、別に関係ないな。あ、カロリー取るためのものだからねって、やっぱそうよ。取りすぎは分かってて、やっぱ体ちっちゃかったからな。そう、ほら大西の言う通り。やろ、合ってたやろ。あ、鼻むずむずする。うう、ありがとう母よ。じゃあ問題も解決したということで、大西の中での王道カロリーメイトはチョコでした。ありがとうございます。ということでですね、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位、ケージアットマーク、5年半毎日ありがとうさん、ありがとうございます。イエイ。今日12日か。お、5年半なのね今日、ありがとう。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が挨拶始めましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が順平さん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位が朝香ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がたけちゃんアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク祝5年6ヶ月待ちそう楽しんでさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がやんアットマークももちゃんかわいい頑張ってさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がいちよし ABS さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということでですね、本日もおどんろ2公演あ、本当だ、タワー読んでないね、ありがとう。で読むね、ケージアットマーク5年半毎日ありがとうさん、ケージさん、ケージさん、ケージさん、5年半タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。ね、5年半だってよ。